はい、今日はですねドーベルマンインフィニティについてちょっと語っていきたいなと思いますが、まあ一見ね何の関連性も私となさそうな感じですけどもね、実はありますよ。ドン、スウェーを昔から知っているというね、そうなんですね。まあ、実はあのドーベルマンインクの時代ね、バックロジックがこうねプロデュースしてた時代とか、そういう時はやっぱりあの関西のねヒップホップ界の U といいますか、すごくねあの有名なラップチームだったので、音源でやったりとかもちろんライブもね見たことはあったんですけど、はい。でそのねドーベルマンにまさかスウェーが加入するとはちょっと驚きだったんですよね。あの実はあの僕あの札幌にね、まあ、同い年のこう FM の喋り手で、まあ、リュータというね、まあ、仲間といいますかあのマブダチがいるんですけども、まあ、彼がやっぱねあの仲いいのでよく僕のことを札幌ね北海道のライブに呼んでくれるんですけど、で彼がねやっぱりねちょ C もちょっとやばいあの札幌のやべえラッパーがいるからちょっとぜひ仲良くなってやって紹介したいんだよねって言われてあの紹介してもらったのがスウェイで、でやっぱねあのヒップホップってね結構なんかあのなんだろうなあのちょっといかつい兄ちゃんだったりとかね、こうなんかちょっとごっついお兄ちゃんの音楽みたいなところがあるかなとは思うんですけど、まあイケメンでスウェイはこんなかっこいい男がラップやってんだ、まあラップのスキルも高くてねその時見せてもらったんですけど、でなんかちょっと服屋さんとかのそういうなんかちょっと モデルみたいなところもあったのかな、なんか服屋さんかなんか確かちょっとやってたのかな、だからすっげえそのヒップホップファッションとしてもすごいおしゃれで、うん、なんかすごくそういう最初は印象がありましたよね。で、うん、そのなんだろうな、僕が札幌行くイベントとかにはよくそのスウェイが、一緒にね、イベント一緒になってたりとかしてて、うん、でまあよくこう挨拶したりとかね喋らせてもらったりとかしてたんですけど、でいつの間にかね、でそのなんかリュータ僕 その札幌の友達からなんかスウェイが劇団エグザイルかなんか入るんだよねみたいな話を、あそうなんだみたいな話を聞いて、そしたらいつの間にかえドーベルマンなのみたいな、ね、どっかのイベントでね一緒になって、はい、その時に最初分かんなかったんですよ。で挨拶してくれた、あのスウェイですと、あえ何って今ドーベルマンなのみたいな、うん、なんかびっくりしましたよね。あそうなんだっつって、あでもそう言われてみればでもぴったりだよねっつってね、もう全然おかしくないわっつって、今メンバーでいてもすげえ今だからドベルマンの中でもやっぱスウェイがやっぱすごく人気があるっていう話も聞いてますよ。はい、なんでまあなんか昔からこう知ってたヒップホップユニットとね、かたやまた知ってた子がこう一緒になったってことではね、まあ、驚きと喜びでしかないもので、ね、はい、でまあなんだろうな、どんなパフォーマンスを見せてくれるか、僕もちょっと楽しみなんですけども、うん、ね、なんかそういうなんだろうな、もうスウェイはもともとラップのスキルも高かったし、もちろんドーベルマンももちろんね、初期からのメンバーはそうですよ。そういう意味ではなんかなんだろうな、一般の人たちにはそういうわからない部分かもしれないけど、きっとすごくスキルフルな部分もあると思うので、僕はそこに注目してみたいなと思ってますし、うん、一般の、ね、今までドーベルマン見たことないお客さんにもきっと華やかなユニットとしての華やかなラップユニットとしてのこういうちょっと、ね、パーティー感であったりそういう音のかっこよさとか伝わると思うので、そこをちょっと楽しんでみてほしいなと思っております。はい、というわけで、ドーベルマンインフィニティについて語らせていただきました。